はいどうも、セブンナイツおじさんです。今日もセブンナイツ動画撮っていきます。はい、今日もね、工場戦やっていきたいと思います。今日は、デロンズですね。うん。で昨日もまあ、100万点は超えてましたね。だから、まあ、いずれ、近いうちに、S ランクいけるようになるんじゃないですかね。だいぶいろんなメンバーも5万点近くまでで来るようになったんで、俺もね、やっと昨日5万点初めて出せたんで、あとはもう本当、どのぐらいね、そっから伸ばしていけるかっていうところだと思うんで、ボスまでたどり着ければね、3万8000点ぐらいになると思うんでね。まあ、そこの勝負かなと思っております。で今、参加者が15人かな15人で67万。だからまあ、100万は突破するかなーってとこですかね。よし、じゃあ行こう。で、パーティーはもうこれ。これが今んとこ一番やりやすかった。で、フレンドの、レイチェルを借りるんですけど、今日もケシタンを借りていきます。行きます。あ、間違えした。なんで死神の降臨なんか使ったんだ、俺。まあいいや。行っちゃったか。どうする？自分回復するか。いやー、きついね。なんか死んでもいいって思っちゃうと死なないね難しい。あー、そしてアリスを殺された。これまずいな。ちょっと、多分カットしちゃってると思うから、もう一回言うんだけど、今日8時からね、ニコ生やるじゃないですか。ニコニコ生放送の公式番組、その裏で、生放送やります。で、内容としては、あ、嘘！これで進めるし、テイク4。最後、もうずっとね、負けてきてるところ見てもらってるんですけど、もう一回言います。今日ニコ生、あります。で、ニコ生が8時からなんですけど、夜の。ニコ生をやってる時に、裏で生放送をやります。で、ニコ生の感想だったりとか、リアクションだったりとかを自分で撮っていきたいなと思ってます。なのでね、ぜひお楽しみにしてください。まあ、音は入っちゃうと思います、多分。見ながらなんで。音声、PC に入ってる音声全部入っちゃうんで。なので、それでまあ、一緒に、リアクション取って見ていただけたら嬉しいなと思っております。だいぶルーク戦は慣れてきたな。だいぶ喋りながらでもやれるようになってきた。カリンが落ちてもいいって考えんだったら、カリンとナタの一緒に変えた方がいいかな。
構むずいんだよな、そこら辺が。さじ加減が難しい。絶対こう行動してくるとかはないもんね。オーケー。発光で一回カリンの回復入れて、で、光人剣で抜けちゃおう。あ、抜かない、使わない方がいいや。通常攻撃でいこう。頼む。オーケー。よし。食らうがいい爆炎獄。よし、いいダメージ。同じやつに連続で攻撃されるとかなりきついよな。でもこっちは同じやつに連続攻撃してほしいんだよな。このジレンマ。これ厳しいな。早めに回復入れとこう。何にもすることなくカリンが死んでったな。この集中攻撃マジきつい。ちょっと上のやつからマジ倒そうぜ。いや、頼むよ。うわー、クリティカル入った。嘘だろ。いや、いいから、そんなやつ攻撃しなくて。おし、避けた。リングの力で避けた。リングでミスっていうのは出るんだね。ちょっとね、アリスだけだと回復力足んないんだよね。で、この1番全く攻撃しない現象って何なんだろうね。これ、実際さ、1番にアリスとか置いたら、そうはならないでしょ？知ってるよ、もう。騙されねえから。これでも次の一撃でどっちか倒せるよね、必ずね。歯じゃねえよ、ほんと。今ので粉砕、次で粉砕来たら倒されちゃうんだけど。そして攻撃した方をね、見事に攻撃するっていうね。逆攻撃しようぜ。ダメ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 。これ守護領域さ、挑発欲しいな。ああ、やべやべ。大変なことになった。やばいやばいやばい。俺の火力ソースが。いやー、うぜえ、マジこいつうぜえ。やばいぞー。
いや、待って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 。フレームドライブ。フレームドライブがまだ回復しない。これかなりきつい結果になりそうだな。やめろやめろ、もう何攻撃してんだお前ら。終わった。なった、沈黙してるじゃん。そしてブロック。まあとりあえず4万はいったわ。あー、きつ、きついよー。テイク4でもう終了します。やっぱ防御性能とか、防御性能っていうか攻撃なのかな、やっぱり。なんとかしないとだね。だから俺のアタッカーさ、36金のデロンズなんですよ。だそれを、もうちょっとルーンとか積んで、まあ、ルディにしてもそうだけど、積んで、まあやっていかないと、まあ、時間がかかるだけだなと思いました。どっちかというと耐久寄りのパーティーなんで、まあでも面白いね。うん。面白いっす。これも一回ハマればね、どこまでも多分登っていけると思うんで、まあそれ目指して、まあやっていくしかないっすよね。負けだ。43,035点。9位ですね。つらいつらい。つらいよ。これで覚醒のかけらが、覚醒のかけらが16個か。うん。3個はもらえてるから、1ヶ月ちょいで確定、じゃね、進化か、ができる感じかな。だそうすると、韓国版で、確定制作をするのと同じようぐらいの時間なんで、まあ、そんなもんかなっていうところなんですかね。はい。というわけで、長くなりました。ご視聴どうもありがとうございました。今日のニコ生放送でね、ニコ生の裏番組生放送でね、お会いしましょう。バイバイ。